日本月のワグマは、月のワグマの日本産アシュで、日本列島の本州及び四国に生息する。体長100から150センチメートル。尾長6から11センチメートル。体重は、オスで60から120キログラム、メスで40から80キログラムほどで、大陸産に比べ小型である。最大の記録は1967年に、 宮城県で捕獲された 220kg の個体で、近年にも2001年に山形県で体長1 6 5センチメートル、体重 200kg の記録が報告されている。肩が隆起せず、背の方が高い。全身の毛衣は黒いが、稀に赤褐色や脳褐色の個体もいる。胸部に三日月型やアルファベットの V 字状の白い斑紋が入り、 旧俗名セレーナアクトスや和名の由来になっている。本州及び四国の森林に生息し、九州では絶滅したとされる。夜行性で、昼間は木道や岩の荒れ目、洞窟などで休むが果実がある時期は昼間に活動することもある。夏季には標高2000メートル以上の場所でも生活するが、冬季になると標高の低い場所へ移動し冬眠する。植生は、 植物食傾向の強い雑食で果実、目、昆虫、魚、動物の死骸などを食べる。以前はヒグマと違い、大型動物を捕食することはほとんどないと考えられていたが、近年では猛禽類のヒナや大型草食獣などを捕獲して食べたりする映像が研究者や観光客により撮影されることから環境により動物を捕獲して、 食料とする肉食の傾向も存在すると考えられる。繁殖形態は体制。主に2頭の幼獣を産む。授乳期間は3ヶ月半。幼獣は生後1週間で開眼し、生後2から3年は母親と生活する。生後3から4年で生成熟する。寿命は24年で、飼育下の寿命は約33年である。 日本では2021年の時点で熊タ単位で特定動物に指定されており2019年6月には愛顔目的での飼育が禁止された。九州の古代軍は捕獲例が1941年確実な目撃例が幼獣の死骸が発見された1957年以降はなく絶滅したと考えられている。1987年に捕獲例もあるが 頭骨の計測から中国地方以北の個体であることが示唆され、ミトコンドリア DNA の分子系統解析でも、福井県から岐阜県にかけての個体群と一致する解析結果が得られた。そのため琵琶湖伊トの個体あるいは琵琶湖伊トの個体に由来する個体が人為的に移入された後に捕獲されたと考えられている。祖母、片山系や九州産地、セフリ産地では、 目撃例があるが、仮に野生個体がいても、本州からの移入個体が発見されたという前例から、遺伝的解析を行わないと、九州の個体群とは断定できないという問題がある。日本では、足柄山で、金太郎が熊と相撲を取ったという伝説があるが、この熊の種類について、河合正男は、月のグ熊と、戸川幸夫は、足柄山にいる熊だから、ヒグマではなく、 日本付きのワグマに違いない。と述べている。また、戸川は、水戸黄門万有機の中にも雪の山中で黄門が熊に救われたという講談があるが、これも日本付きのワグマだ。と述べている。ありがとうございます。